百獣対戦アニマルカイザーは2007年9月頃から日本全国のゲームコーナー、ショッピングセンターなどで稼働していたバンダイナムコゲームス制作によるアーケードゲーム。カードを読み込ませて戦うデータカードダスシリーズの一つ。キャッチコピーはサメ対ライオン、勝つのはどっちだ世界中に実在している動物同士を戦わせる。ただし、 動物たちが繰り出す技は架空のものである。使用するカードは赤いアニマルカード、緑色のストロングカード、青いミラクルカードの3種類があり、これらの3種類のカードを組み合わせて制作したデッキを用いてゲームをプレイする。基本のデッキ内容は戦う動物を呼び出すアニマルカード1枚、動物の技を強くするストロングカード1枚、大自然の力を借りて、 特殊能力を発動するミラクルカード1枚。ただし、すべてのカードがなくても遊ぶことはできる。第14弾でサービス終了。2011年2月中旬頃から設置店舗から撤去された。100円玉を入れる。一人で遊ぶか、二人で遊ぶかを選ぶ。普通の相手と戦うか、強い相手と戦うかを選ぶ。カードをスキャンする。 カードがない場合はスキャンをしなくとも良い。その場合はボタンを押してスキップすることができる。ゲームは最大3ラウンド。各ラウンドごとにスロットを緑色のボタンと黄色のボタンを止めることで技を出し合うことを繰り返す。相手の体力を先になくした方が勝ち。3ラウンドを勝ち抜くか、いずれかのラウンドで負けるとカードを取り出し口よりカードが払い出される。 バンダイ手動で開発されていた従来のアニメ特撮キャラクターのカードダスと違い、初の完全にオリジナルのノンキャラクタータイトルである。筐体もデータカードダス汎用のタイトタイプ X を搭載した3ボタンのものではなく、専用基板を使用した2ボタンのものが使用されている。そのため、起動にかかる時間やアップデート方法も他のデータカードダスシリーズとは全く異なる。 開発は他のタイトルのように外部のソフトハウスが行うのではなくバンダイナムコゲームスの内部スタッフが行っており業界紙のインタビューによるとそのスタッフには鉄拳やガンダム戦場の絆のメンバーが参加しているそのためか動物の CG モデルやモーションは非常にハイクオリティとなっており他のキッズ向けカードゲームとは一線を画している動物たちが繰り出す技はどれも 高等無形であり、ステージ上では、サメが中央浮きサバンナで、ライオンと戦い、逆に海底のステージでも、陸上の動物は、平然と戦う。一見大人の目から見るとやけくそに見えるが、これらに関してもインタビュー記事によれば、実際のプレイヤーである未就学児童への綿密な、思考調査の結果をもとにマーケティングされ、導き出されたものということである。 アニマルカイザーに登場する動物は、いわゆる一般的な動物と、名前や性格設定が付けられ、キャラクター化された答えが存在する。タイプ、マルチ G、ロイヤルファング T、キングスマッシャー P、ダイナミックスピン第1弾から6弾までの主人公キャラクター。瞳が緑色でた手紙にアホ毛がついている。7弾から登場する、主人公の若きライガーアポロンの兄である。 小学館学習雑誌の2008年4月号付録カードでのみ使用できるレオン。4月号付録カード特訓中レオンに同7月号に付属のシールをカードに貼って名前をファイヤーレオンにすることができる。特訓を行っている設定なので体に傷や包帯が巻かれている。読者からの募集で名前が決定した特殊にクリフォニングアタックが使用できる。 発動時には特訓官僚という掛け声とともに体が真っ赤に変化資源の翼が生える。八段デラックスから登場したレオンが修行の末究極レアのマスターアニマルとしてパワーアップした姿。カードリスト等に登場するマスコットキャラ。上のレオンと同一人物かは不明。技はレオン若きライオンと同じ。紫色の体毛に赤い瞳を持つ。 石眼で右目に稲妻の形の傷がある。かつての最終ボスアニマルで、いわゆる悪玉キャラクター。第6弾でカード化され、プレイヤーキャラとして使用することができるようになった。6弾でヒーローアニマルたちの手によって倒されたゴルザードが、大表の鎧をまとい地獄から蘇った姿。7弾のボスで8弾でカード化された。 相手を瀕死にする能力の地獄の呪いが使える唯一のキャラクターである。11段からの主人公でレオンの息子。他のライオンよりも体格の小さいコライオン。13段から登場したガレオンからもらった腕輪をつけてパワーアップした姿。11段から登場したゴルザードの息子。11段時には実機からはカードは排出されず。 小学館雑誌の2010年4月号のクロックカードでのみ使用できた。名前は決まっておらず、ゴルザードジュニアと表記され、市場での募集キャンペーンの結果、名前が決まった。行方不明だったレオンの父親であり自育の師匠。今は亡き仙台アニマルカイザーの下でゴルザードと共に修行していた。第6弾でボスとして登場。第7弾でカード化された。 タイプ、マルチ G、ファイナリーデッドエンド T、サンシャインスマッシャー P、ソルフレームタイプ、マルチ G、ハンターズエジ T、ホレストスナイパー P、ホームランアクセル下のジョートは双子。白い体毛の虎。こちらは黒い虎。両者共に技によっては攻撃の際に、兄弟のもう片方が出現する。青い体毛の虎。来たるべき戦いに備え。 アニマルたちを鍛える指導者的役割を持っており、7段で修行の旅に出た。かつては最終ボス役だった。海外版における名前はジークフリート。7段でレオンと共に修行に旅立った。設定のジークが忍者修行を積み、パワーアップして帰還した姿。赤いマフラーをしている。8段のボス。9段でカード化された。レオンに代わって登場した。 第7弾から10弾までの主人公キャラクター、レオンの弟である、小学館学習雑誌の2009年4月号フロックカードで使用できるアポロン、P 技がになっており、技名が読者募集されていた。同7月、8月号のシールを貼ることで、スパークアポロンにすることができ、名前が募集された技、フライガースカイザーが使用可能。十三弾から登場した。 アポロンが修行の末、究極レアのマスターアニマルとしてパワーアップした姿。カードリスト等に登場するマスコットキャラ。ド根性アニマルは第6弾から登場した攻撃を受けるたびに攻撃力が上がる特殊能力を身につけた強化版。第18代目アニマルカイザーで大変な努力家。見切り、ゴッドバーストを持つ。 二代目とつくと、技や特殊能力が一部変更される。その名の通り白いリカオン。修行の末にホワイトナイツに転生した。かけっこが得意。白い狼。ホワイトナイツの副リーダーにして、作戦三謀。紫の狼。ダークホースの副リーダーにして、作戦三謀。シュナイダーとは幼馴染でありライバル。戦い方は、 相手の攻撃を計算するパーフェクトな戦い。額に傷がある。化け能力を持つ、忍びアニマルの頭領。十段のボスアニマル。化け能力を持つ、忍びアニマルの一匹。ロードローラーに姿を変えて戦う技を持っている。化け能力を持つ、忍びアニマルの一匹。戦車に姿を変えて戦う技を持っている。 小学館雑誌の2010年1月号付録カードで使用できる。忍法、帰還者変化という、帰還者に変身する技を持っている。脱獄軍団のハイエナ。ライオン族を極めて毛嫌いしており、食い逃げの罪で習慣されていた。ゴルザードによって生まれたダークホースの北極グマ。ダークホースのリーダーで冷徹かつ残虐な心を持つ。胸元に傷がある。タイプ。 スピード G、ホーレニーは T、海ョ宿 P、上岸点プロモーションカードのみで手に入るアニマル。T シャツを着用したキャラクターで、実際のゲームにもカードと同じシャツを着たグリズリーが登場する。シャツの柄は、小学館マーク、ポテコマーク、グリズリーマーク青、グリズリーマーク赤、ニックマーク、アニマルカイザーマークが確認されている。タイプ、ヘビー G、ホーンドブレイク T、 ユニコーンスパイラル P、ロックバスターダークホースの一員で一番の熱血感。額に傷がある。ダークホースの一員で一番の力持ち。シュバルツほどではないが、知識も高い。鼻頭に傷がある。ホワイトナイツのリーダー。ホワイトナイツは、神の加護を得た正義のアニマル。タイプ、マルチ G、ターザンドロップ T、ココナッツシュート P、コングボンバー青い体毛で。 前髪が逆立っている。十三段から登場した銀が侵略動物の一員。白い体に全身金色の模様がある。帝王に忠実で命令を遂行するためなら一切手段を選ばない。いわゆる自然界に生息するカバそのもののカードは存在しない。カバ三兄弟の長径。体毛は赤色。虎の兄弟のように技によっては 他の兄弟たちが出現することもある。カバ三兄弟の次男。体毛は青色。特殊能力、痺れを持っている、カバ二郎。特殊能力、吸血を持っている、カバ二郎。カバ三兄弟の三男。体毛は金色。特殊能力、毒を持っているカバサブロー特殊能力、吸血を持っている、カバサブロウ第34代目アニマルカイザーで、カバ三兄弟の父親。毒。 痺れ、吸血を持つ。第25代目アニマルカイザーで、あらゆるダーティーな技に精通している。死神召喚、毒、ダークバーストを持つ。脱獄軍団のキリン。体中に、骸骨の刺繍がある。タイプ、スピード G、サイコスネーカー T、ジャッキーブレイク P、ヘビークラッシュホワイトナイツのメンバー。記憶力に優れ、人の失敗を、いつまでも覚えている。 二大目となり、毒属性が追加された。総合利欲を下げる。9弾のボスで、10弾でカード化された。第三5五代目のアニマルカイザーで、すでに死んでいたが落ら雷らによって蘇った。毒、痺れ、元祖カイザーフラッシュを持つ。毒と痺れを両方持っている。ホワイトナイツのメンバー。難しい本を読むのが好きで、料理も得意。 特に、インドカレーが評判。第12代目アニマルカイザーで1万年も生きたと言われる。カイザーフラッシュ、アイアンハートを持つ。脱獄軍団の指導者。死神ーと契約を結び、禁断の技を習得している。特殊能力、しびれで防御力を下げる。毒としびれを両方持っている。タイプ、ヘビー G、アサルトコバーン T、テールスラッグ P。 グランドモーグル大色が青いホホじろざめ。8段から登場したブルーが修行の末、金レアのマスターアニマルとしてパワーアップした姿。ブルーの2位。掟き手を破って禁断の技を習得し、そのために一族から追放された。第12段のボス。13段から登場した銀が侵略動物の一員。白い体に全身金色の模様がある。 メンバー追い一の切れ者で自慢のノコギリで何でも切断してしまう。ホワイトナイツ、何でも食べる食いしんぼ。豆な性格で毎日日記をつけることを欠かさない。特殊能力、ド根性を身につけた強化版ダークホースの一員でどんな時も冷静沈着。額に三日月の傷がある。第29代目アニマルカイザーで角が2本ある。ド根性。 大気愛を持つ。十三段から登場した銀河侵略動物の指導者。白い体に全身金色の模様がある。全宇宙を破壊することを考えている恐ろしい破壊神。白流す手王の真の姿。ピンチになるとハルマゲドンを引き起こす。タイプ、スピード G、ツインハリケーン T、エンペラーフェニックス P、ホライズンスラム通常と異なり羽、ね、体毛は茶色。 8段から登場したイカロスが修行のせい、究極レアのマスターアニマルとしてパワーアップした姿。第33代目アニマルカイザーでマスターアニマル。イカロスの先祖でカイザーフラッシュを持つ。ホワイトナイツのご意見番。意表をついた戦い方が得意。ダークホースの一員で一番素早い。首筋に傷がある。バロンとは幼い頃のライバル。 コウモリは吸血技で攻撃と回復が同時にできる。13段から登場した銀河侵略動物の一員。白い体に全身金色の模様がある。物を破壊することが何より好きで、今までに破壊したものはほとんど覚えている。小学館の幼稚園、テレビくん、小学2年生に登場した8番目のホワイトナイズ。特殊能力、 ど根性を身につけた強化版ダークホースの一員。鋭い鎌でどんなものもまぶたつにしてしまうが、こんにゃくだけは切れない。羽の付け根に傷がある。カブトムシクワガタムシは特殊能力、大気愛を持っている。大会参加賞の特別なカード。普通のカブトムシだが、毒を装備している。大会参加賞の特別なカード。普通のカブトムシだが、びれを装備している。 ゴルザードが魔法で添えらせたマンモス。第5弾でボスとして登場。第7弾でカード化された。海外版における名前はアトラス。第7代目アニマルカイザーにして善の道を極めた僧侶。痺れ、絶滅宣言を持つ。11弾のボスとして登場したライオン型ロボット。ボディにビーム砲を内蔵している。ゴリラ型ロボット。 ロケットパンチを発射する。握力は3倍。江戸時代に作られたからくり人形。和紙型ロボット。ボディに大型爆弾を内蔵している。たくさんの爆弾やミサイルをつけているストロングカードがある。サメ型ロボット。大型バルカン砲内蔵。太平洋のほぼ全域を制圧するほどの指揮能力を持っている。 試作中のド根状回路を搭載している。以下のキャラクターは海外版でのみ登場し日本国版では登場しなかったアニマルである。カバサブローがマスターアニマールに成長した姿。若きローランドゴリラのジャンボがマスターアニマルに成長した姿。忍びアニマルのローランドゴリラ。忍びアニマルの月のワグマ。脱獄軍団のインドコブラ。毒のエキスパートである。 脱獄軍団のコンドル。銀河侵略軍団のスターバーストタランチュラ。自慢の毒針で穴を開けることが好き。銀河侵略軍団のホルスタイン。軍団の切り込み隊長でパワーが自慢。銀河侵略軍団のベンガルトラ。白流す帝王の片腕的存在であり、帝王が姿を現す前には最終ボス役も務めた。 一部のストロングカードには動物をパワーアップさせる効果を持つオーラが付けられていることがある。マークが多いほど効果が強く出る。また、オーラ爆発が起こると起きたターンに最大限の効果が出せる。アニマルによっては特殊な能力を持っているものがあり、アニマルカードの右上と左下にアイコンが表示されている。右上に記載される効果は主に特定の技で、 攻撃するときに相手に与える特殊効果。左下に記載される効果は主に自分の体力の残量がトリガーになって発動する特殊能力が記載される。ミラクルカードで覚える超技は様々な天変地異を引き起こす。中には常識的に考えれば地形が変わったり、はたまた地球そのものが崩壊、滅亡するようなものもあるのだが、発動後もお互いの体力が残っていれば、 平然と戦いは続き、またデータカード出すドラゴンボール Z のように背景が変化することもない。以下の分け方は便宜上のもので、ゲーム中では使われていない。天気を操作する。宇宙から何者かを地球に落下させる。上空に現れた巨大な卵が割れ、それぞれ異なる物体が出現、敵の頭上に落下する。 上空に現れた巨大な神様によって天罰が下されるミラクルカードにはゲームの進行に影響を及ぼす効果が用意されておりランダムで発動する以下の効果は基本的に発動直後のターンに発動する日本よりも1年以上遅れての稼働開始であり内容に関しても日本版とは動物の登場タイミングが異なっていたり日本では 雑誌付録カードのみで登場だったアニマルが通常のカードとして本機から排出されるなどの調整が行われている。弊社商品の保守対応終了についてバンダイナムコエンターテインメント2015年7月ありがとうございます。